はい、みーちゃんです。今ね、仕事終わってこの前の健康診断の結果がちょっと引っかかって、今からちょっと MRI を取りに行きたいと思います。ちょっとね、マジドキドキするけど行ってきます。受けてきました。まあ皆さんね、 MRI とかはね、受けたことある人もいらっしゃると思いますけど、あれってなんか狭い空間の中に固定されて、なんかヘッドホンされて、音がねすごい工事現場の音みたいなのが30分ぐらい続いて、めっちゃしんどいよね。なんかまあみーちゃんもね、前一回したことはあるんだけど、なんか久しぶりして、なんか動けんし、なんか変な音ね、めっちゃ聞こえるし、30分ずっと動けないのはね、結構大変やったけど、まあね、何もなかったらいいなと思います。まあ今からね、まあちょっと乱走だったんですけど、まあ産婦人科行って、まあちょっと、まあご褒美にカフェでも行こうかなと思います。結局スタバにやってきました。みーちゃんのおすすめを飲みたいと思います。はい、頼んできました。みーちゃんのおすすめ、キャラメルフラペチーノにアーモンドミルクに変更して、チョコレートソースとチョコレートチップを入れてます。これがめっちゃ美味しい。とほうれん草のキッシュも頼んで、ちょっと小腹が減った時はね、いつもこのセットを飲んでます。美味しい、甘い。キャラメルソースとチョコレートソース絶対間違いないもんね。まあ、ちょっとねカロリー高そうだけど、たまにはね。これもめっちゃ美味しい。なんかこの外さがサクサクで、中がねクリーミーな感じがめっちゃ美味しいし、もうベーコンもまたね柔らかいね。なんかいつも置いとけど、今日はついててラッキー。まだ飲みながら出てきました。寒いね。はい、飲みながら帰りたいと思います。車の中に乗りました。なんかスタバさ、週2ぐらい来てるかもしれない。やっぱカフェって言ったらね、なんか絶対スタバに行ってしまう。もうこれが好き、甘いのと、あと期間限定。まあ今日はね、病院行って、まあ、ブラーってしながら、カフェにゆっくりちょっとしてたんですけど、はい。また動画あげます。今日もね、最後までね見てくれてありがとう。また動画アップするので、まあね、いろんな動画をあげていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。